ばんは。そう、着替えた。もうちょっと外着がだるくて着替えました。餃子食べたいって言っているそこのあなた。さあ、もうその餃子の衝動を抑えきれず、もう本当はお店の餃子が食べたい、でも買えない、もうこれでいいやと思って昨日もね食べたんですよ、実はこのコンビニのやつ。本当はもうお店の水餃子が食べたい。なんかまつげの上がりが悪い。そう、ちょっとさっき送った、多分まだ届いてないと思うけど、さっき送ったメールにも書いたんですけど、食べてなくて餃子を食べたいってずっと言ってるんじゃなくて、あの食べとるのに食べたいんですよ。そう、食べても飽きずにずっと餃子の気分なんですよ、口が。っていう意味の餃子を食べたいなんですよ。そういうことなんです。その、まあ、まだ食べてなかったんだねじゃなくて、いや、食べても餃子が食べたいっていう意味のってことなんですよ。そう、サラはね、一回ハマるとすごい、あの同じものを食べたくなる癖みたいなものがあってっていうあれなんですよ。そう、今日もずっとセトラブの時に矢野さんと沖さんにずっと餃子について語ってましたずっと言っとった。いや、餃子が食べたくて、水餃子麻婆豆腐いいとか言って、ずっと中華の写真をずっと見せてました。では餃子を食べたいと思います。あっ、これ美味しい。あっ、これ美味しい。いや、ちゃんとタレかけた。これにはついてないけど、あっ、つい。なんか前髪が長い。そう、レモスコね、賞味期限が切れてもう家にないんですよ。ふん、そう、衝撃が消えちゃってないんですよ。
麻婆豆腐食べたい。麻婆豆腐も本当に美味しい。水餃子が一番好き。実は実話の実は実を言うと焼き餃子よりも水餃子が好き。だからなんか冷凍の水餃子って売ってるじゃないですか。その水餃子を水餃子が一番好きなんですけど、その水餃子を冷凍で買って鍋するときにぶち込む。そう、ぶち込みます。誰好き？2番の時、2番やる時だけ出てこようかな。2番よね、餃子が出てくるのって。あれ1番やっけ？水餃子を食べた時に、口の中にジュワッって出るのが好き。やけん多分 それが好きなのかもしれん。小籠包も食べた時にじわって出てくるじゃないですか。でも昔はね、昔はっていうかちっちゃい頃はさ、中華嫌いだったんですよ。中華屋さんに行くって家族がなったら、もうすんごい嫌がってたんですよ。それがいつの日かどうしたことか、こんなに餃子に今ハマっているという。そう、もうね、中華は好きじゃなくて、小さい頃、まあ半分食わず嫌いも入っとったけど、てか今でもなんかエビチリとか何があるっけ、中華何があるっけ、チンジャオロースとかそういうのは別に好きじゃないんですけど別に好きじゃないんですけど、
麻婆豆腐とその水餃子、餃子、小籠包とかが好き。麻婆茄子は、うん、麻婆豆腐がいいな。そう。でもこの前まひなさんとね、あのご飯行ったんですよ。中華屋さんに行って、まひなさんと二人で初めてご飯行って、そう中華屋さん行ったんですけど、刀削麺というものを初めて食べてめっちゃ美味しかった。あのサラが好きな平麺っていうんかな、あの麺それめっちゃ美味しかった。そう、そんな辛くなかったけど、そうもちもちの太い麺が好きなんですよ。サラミケンパスタでもそれが好き、なんだっけあれが好き、フェットチーネ生パスタが好きだし、なんか店員さんも多分中国の人かな、日本人ではなかったけど、食べたんですよ。メールで送った気がするけど、中華屋の麻婆豆腐は別格に美味しいということに気づいた。なんか麻婆豆腐巡りしたい。ラーメン巡り的なやつの麻婆豆腐巡りしたいかも。いろんなお店の麻婆、でもいろんなお店の麻婆豆腐割と食べたことある方な気がするけど、そう麻婆豆腐グラム、麻婆豆腐グラムインスタしたい。今は餃子食べた、もうないけど 1,2,3,4,5 5個しかやってないからね。見た目は、見た目はどこも一緒やけん、あんま乗せても、乗せたところであんまりいいかもしれんけど、麻婆豆腐最近食べたやつだと、あのインスタストーリーに載せた これがめっちゃ美味しかったんですよ。でこれはオチと食べたんですけど、オチと食べたっていうかオチは食べてないけど、オチと一緒に行った時、一緒に行ったお店で食べたんですけど、めっちゃ美味しくて、小籠包食べた。で美味しくて、今まで食べた小籠包で一番、小籠包じゃない、麻婆豆腐で一番美味しいって言ったら、おちがえっていうああいう顔をしてきたんですよ。でもその次の日かな、あその次の日にマイナさんと中華食べ行ったんですよ。そう、そしたらそれはそれでここもめっちゃ美味しくて、なんか中華屋さんの本格、なんかどっちのお店もどっちも店員さんが中国人みたいなやった気がするの中華のお店やったら、そう中華のお店だったんです。そしたら美味しかったけん、ああやっぱ本場のが美味しいんだなと思って、でこれも、あこれも食べた、その先週、これ先週食べたやつ、
これはでもなんかあんま辛くなくてなんかちょっと甘かった、甘い感じでした。なんか麻婆なんかまたちょっと初めて食べた感じの麻婆豆腐でした。あとはめっちゃそうやけど、ここ最近3月だけでもう何回麻婆豆腐食べたかなって感じ。週1、今のところ週1ぐらいで麻婆豆腐を食べた。これは2月の頭に食べた。これは誰と行ったんやろ、アリちゃんかぼちと行った。これもこれは麻婆豆腐丼、これも美味しい。ここはもう何回も行ってるここは何回も行ってるんですけどみたいな。結構麻婆豆腐食べとるかも。え、そう麻婆豆腐めっちゃ好きなんですよ。そう辛いのいけるけど結構辛いやつ食べたい。マーラーでもいい、麻婆じゃなくてマーラーでもいいです。え、そうグツグツなっとったそのお店のやつは。中華街行きたい、中華街行って食べたいな。そうね、美味しい麻婆豆腐見つけたら教えてくださいぜひぜひ教えてください。山椒はもともといける、もともといけるけどめっちゃ好きってわけではない。さあどっちかというとあの唐辛子系の辛いの方が好き。山椒も全然食べれるけど山椒系よりはなんかあのそういう系じゃない辛さが好き。好きなんですよ。しびれる系も全然いける。なんかうん山椒はねなんかあれは辛いではない、なんか独特な山椒の味じゃないですか。辛いとかじゃないあれは。あこの時も言ってる、この時も言ってる、1月にも麻婆豆腐食べとる麻婆豆腐、え麻婆豆腐めっちゃ食べとる。麻婆豆腐率がえやばい、12月13日に麻婆豆腐食べて12月17日に麻婆豆腐食べて、これは1月14日にも麻婆豆腐食べとる。めっちゃ麻婆豆腐食べとるしかも写真撮っとるだけでこんなにある。そうわさびはさら好きじゃないですよね。めっちゃ前になんかオッチと、でも多分1年以上前1年半ぐらい前にオッチとなんか麻婆豆腐のお店行ったんですよ。麻婆豆腐の専門店みたいな。そこのはなんか山椒系だった。中華行きたい。あれ行きたい、あの回る中華のお店、あのさテーブルにあのなんだっけあるじゃん、あのこう回すやつがついてるような本格的なところにちょっと行きたい。最近は行ってない。あとはもう普通に横浜の中華街とか神戸やっけの中華街とかで普通にもう小籠包とか水餃子もういろいろ食べ歩きしたい。王将もいいね。そうだからちっちゃい頃はその中華が全然好きじゃなかったからなんか家族で王将行くとかなったらサラは
白米と白ご飯と卵スープしか食べてなかったんですよ。そうだったのにいつの間にか餃子にこんなにハマっていて、なんかやっぱ一人暮らしをし始めてから食が変わっ、なんか食の好みというか好きな食べ物が変わった。あと ST が入ってからなんかその差し入れとかさ、なんかお弁当とかで、その今までは食べんやったようなものがこう出てきて、それで食べるようになった。家で出されたら食べんけど、外で出されて食べてみたら意外と好きかもみたいな。食べたこと ないわけじゃないよ。食べたことなくて嫌いって言ってるわけじゃなくて、食べたことあったけど、やっぱ改めて大人になって食べてみたら、なんかやっぱ味覚というものが変わるんですよ。味覚というものが変わるので、ヤムチャ、ヤムチャ何やったっけ、ヤムチャやったっけ、食べたい。あのさ、なんか一時期それこそ TikTok かな、なんかで流行ったなんかキャラクターみたいな顔しょってこうギュッと押したらあのピューって中身が出てくるやつ、そういうの食べ放題とか行きたい、行きたい。食べ放題行きたいな、こういうの。シュッて押してなんか出てくるやつ、やめちゃう。パンダとかなんか豚とかの、あ、こういうの、こういうの、こういうやつこういうやつ、こういうやつ食べたい。中華街行きたい。ちょっと前に、ちょっと前って言ってももう10月、11月とかかなに、長崎の中華街には行ったんですよ。でもね、あんま空いてなくて、そう、小籠包のテイクアウトだけしたけど、やっぱお店で食べたい。食べ歩きもしたいけど、いっぱい空いとるのがいいの。4月15の横浜、あ、アイオンシンデレラ、いや無理だよ、そんなの絶対ない絶対ない、もうそういうの絶対ないんだもん、毎回ないから。ね、食べ放題行きたい。もう思うがままに、もう当分いいやって思うぐらい中華を食べたいかな。思うがままに。差し入
そんな食わんでしょって。そしたらなんかそう思われるんですけど、食べるんですよそう思われるけど食べるんですよね。じゃあいつかそういう食べ放題に行った時は食べたものを全て記録しておきますね。なんかみんながどれくらいサラダ食べると思っとるのかは知らんけど、みんなが思ってるより食べてるんです。だから写真を撮っておきますね。全てを記録しておく。もし食べ放題とか言ったらこれを食べましたっていうやつ。中華のデザートってでも杏仁豆腐とかさ、ごま団子ぐらいしか思いつかんけど、まあどっちも好きっちゃ好きやけど、めっちゃ好きなものとかはないか。回転だっけ、なんかそういう企画やりたい。あのなんか田中美穂とかが言ってたじゃないですか、なんかいっぱい食べるからみたいな、食べる企画やりたいみたいな。そこにサラも入りたいいやなんか意外といける気がするんですよね。絶対無理って思われて、多分そういうところ、そういう企画があったとしても多分そういう企画に入れられないと思うんですけど、サラはそこに多分ぶち込まれないと思うんですけど、入ってみたら意外と生きる自信がある。マカロン何個いけ、でもさ、もともとめっちゃ甘党ではないから、なんかあんまり、そう、あんまりね、甘すぎるものはしょっぱいものを挟まないと食べれないですよ。でも辛いものとかしょっぱい系やったら永遠にいける。永遠にっていうのはそんな嘘ですけど、ある程度いける。そう、意外といけるんですよ。なんかそんな食べる、いっぱい食べるアピールはしないけどいっぱい、でもメールとか取っとったらね、最初にそういうのを最初に見たらもう慣れとるかもしれんけど、びっくりされちゃう時もあるけど、偏りがあるんですよ。サラ好きじゃないものは全然食べないし、好きじゃないものだったらうんいいやってなるけど、その餃子に一回ハマればもうずっと餃子いっぱい食べるしみたいな感じで、その一つの好きなものやったらずっと食べる。だから一人暮らし始めてあんま食生活本当に良くないなと、自分の好きなものしか食べないから良くないなって思うので、まあちょっと4月ぐらいからどうにかしようかなって感じ。顔むくみ、そうなんだけん、本当にそういう企画で次の日休みの日とかにそういう企画組んでもらってなんかもう本当にもうそこは戦いねって言って、その太るとかそういうことをもう気にしないメンバーだけで、その気にしたらさダメじゃないですかそういう時はだからそういうの気にしないあれで行こうって言ってその挑みたい。そう、本気食いをして、なんかその田中美穂とかのその本気で食べてるのをさ見たことないんですよ。なんかそう本気で食べてるの見たことないから、一旦本気、本当の本気を出してもらって
出してもらってっていう。だからいつもいる時だったらサラダの方が食べてるから、そのどれくらい食べるものなのかをあんま知らないんですよ。その見たことがない。食べれるっていうのは聞くけど見たことはないので、サラが今までで一番見た中で一番食べるなと思ったのはレイポ、田口レイカが一番、それは知ってるんですよ、見たことあるからめっちゃ食べてるの見たことあるからあれなんですけど、高尾は全然大食いじゃない。田中美穂は田中美穂なんですよ。あのもうなんでって言われても、もう田中美穂は田中美穂だから田中美穂なんです。誰が食べるんやろ、ね、あの田中美穂が作ったあのカレーは全然食べれるって思ってしまうんですよ、サラ。だからそれと思うからやりたいです。なんか対決をしたいとかっていうよりかは、なんかね食べれるって思ってしまうから、その自分もなんかあの大食いのテレビとかあったりじゃないですか、なんかあのこれぐらいのパフェみたいなとかやってるじゃないですか、テレビで。そういうのも食べれるでしょって思ってしまうんですよ。なんかすごいって思えないんですよ。食べれるでしょって思ってしまうから、だからその人たちの凄さを知るためにも食べてみたいっていう意味っていう意味、なんか対決をしたい、なんか私が食べれる対決をしたいとかっていうよりかは、そっちです。なんかお寿司とかも回転寿司何皿とかもさ食べれるけど、なんかこれ以上食べたらどうせ気持ち悪くなるしって思って、それにお金払うのもなと思って、まあいい感じのところで自分で食べに行ったら終わるじゃないですか。けどそうじゃなくて、あのテレビの企画だとかだったら何もね、あの何も気にせずにめっちゃ食べれるじゃないですかもう何皿でも。だからそう食べたいんですよ。食べれると思うんですけどね、ちょっとそういうのがあったらちょっと行きたい行きたいですよ。そう、ケントさん、どっちなんやろ。ひろしさん、飲み水さん、ひなたさん、つのさん、デミタスさん、ギュリアさん、アーマさん、スケスさん、スマイルさん、ゆかちゃん、ゆうちゃん、ローさん、ゆうちゃん、甲子園のホテルタカダヨさん、タークン、サーティーさん、カンさん、アサカさん、コブちゃんセブンさん、ギフトありがとうございます。そういうそうそうそう、テレビの企画とかだったらもうなんかね、もう食べれた方がいいじゃないですか。もうね、お腹いっぱい食べたいっていうなんかサラは早食いとかは別に得意じゃないけど、ダラダラと永遠に食べれる人なんですよ。一日中ずっと何かを食べてるみたいな、家とかにおったらね、その場でいっぱいボーとかじゃなくて、気づいたら1日でめっちゃ食べてたみたいな感じになるんですよ。だから時間制限ある系やったら多分無理やけど、30分でこの大きいパフェとかは無理やけど、そうじゃなくてダラダラとダラダラと自分のペースでやったら全然、その何時間もかけんけど、そのいっぱいそうっていうタイプなんですよ。あと同じものをずっと食べれる、好きなものやったらイエイっていう感じ
けどグルテンフリー生活してますとか、なんかあのオートミール食べてますとか、おからパウダーでどうのですとか、なんかそういうの言いたい。そういう系、朝ごはんはフルーツ、夜はサラダとプロテイン、お昼はオートミールですみたいな、なんかそういうなんかザ女子な意識高い系のことの人になりたい気持ちもあるんですよ。とてもそういう気持ちはあるんですけど、あるんですけど、やっぱジャンクフード好きだし、じゃがりこ好きだしっていうのもあるんです。そう、朝はどうのみたいなそういう系になりたい。田中みな実さんみたいな、そういう系になりたい気持ちがあるんですけどねっていう。朝からなんか冷凍フルーツ入れてガーってやってスムージー飲んで、なんか筋トレっていうか朝のストレッチして、ラジオ体操して、あのそうで、お昼ご飯は蒸し野菜とオートミールパンとみたいな、で夜でおやつは糖質オフのグルテンフリーのケーキとか言って、で夜ご飯はサラダとプロテインで済ませましたみたいな。そして筋トレ、毎日1時間はウォーキングですみたいな、2駅分3駅分歩きますみたいなそういうもうやってそう、でもやってそうって言われるんですよ。でもやってそうって言われるのはすごい嬉しいんですけど、そう絶対そういうのは嬉しいんですけど、なんかお菓子は基本的に食べませんみたいな、コンビニも基本行きませんみたいな、スイーツカフェに行った時は食べるけど、お家でスナック菓子とかは食べませんみたいなことをやりたい気持ちはある。そういうことをしてそうって言われるんですけど、えけんおきさんにもその丼物丼ぶりとかを、あの丼ぶりとかを食べないでほしいって言われるんですけど、そうっていう風になりたいんですけど、でも実際は深夜の1時過ぎに汁なし担々麺を食べたりとか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 あるから良くないよねっていう。でもやっぱ二十歳になったので、やっぱそういう食生活も気をつけていかないと衰えたくないので気をつけようという気持ちはあります。まあ4月から細さん、かっくんワイプさん、奥行きさん、こぶちゃんセブンさん、ありがとうございます。っていうね、意識低いサラピが好きですっていう気持ち。でもそういうなんかさ、オートミールこういうの食べてますとかでさ、そういうのやってさ、なんか雑誌とかでそういう特集コーナーとかで出たいじゃないですかだからまあそういうためにやるのはありですけどね。
でもちょっと意識して今日 ルイボスティー買ってみたちょっとなんかルイボスティー、あの多いお茶濃い茶じゃなくてルイボスティー買ってみたちょっと癖強い味ですね。でもさ、意識高いこと言えますよ。あのシリカ水をあの定期購入してますこれ良くないですか。これ意識高くない。これだけ聞いたらめっちゃその深夜に汁なし担々麺食べるような人とは思われん。香水、あの水大嫌いだったんですけど、これに出会って、あのこれに出会ってっていうか、あの B スタイルの香水、硬い水に出会ってから硬い水は飲めるっていうことに気づいて、こういう水は飲めます。ただあの普通の水は飲めないんですけど、シリカ水は飲めます。これは定期購入していますみたいなこれならどう。これだけ見たらめっちゃいい感じじゃない。めっちゃ意識高そうじゃない。でもそういうことをしてそうな人に見えるっていうことはすごい言ってもらえるのはすごい嬉しい。これ全然宣伝してないですよ。あの全然あの宣伝してないので、はい、だってね、そんなジャンクフードばっかり食べてそうとか言われるよりね全然意識高そうな人に見えることはいいことですね。中野さん、ありがとうございます。何時に始めたっけ今日。適当に始めたよ。でもなんかさ、SNS でさ、そういう、なんやろ、朝はフルーツで、昼がなんとかで、夜がなんとかで、みたいな載せとる人たちって、本当にそれしか食べてないんかなって思って、毎日それなんかな。それとも、なんかそういう人もたまにはそのジャンクフードをさ、お菓子とか食べるんかなっていう気も、なんかあのもうモデル、本当にあのモデルの人、本当のモデルの人とかって、本当のモデルの人っていうか、あのそのね、本当モデルの芸能界の本当レベチのもう顔もこんなちっちゃくてみたいな、めっちゃ細い、そういう人たちって何を食べとるんやろうって本当に思う。毎日何を食べてるんだろうって思うんですよ。さら小栗ゆいさんに対しても思います思います。何を毎日食べる、お菓子とか食べるのかとかさ、そういうのが気になる。
そうだから奈々さんに何食べてるんですかってその前聞いたし、気になるね気になりますね。ななさんは納豆ご飯を食べるって言っとった。納豆ご飯が美味しいって言ってました。納豆はサラも好きよ。え、でもなんかあのさ、多分ちょっと甘の弱なのが食べ物にも出るんですよ食べ物にも出るんですよ。だからなんかあのねどっち食べようかな、例えばね、その2つのどっち食べようかなってコンビニとかで見て悩んだ時にパッてカロリー見たらカロリー高い方を食べたくなるんですよ。なんか謎のカロリー高い方が美味しいみたいな変なことを思ってしまって、なんか高い方が美味しそうとか思ってしまうんですよ。値段とかも見て、値段高くてカロリー高い、値段低くてカロリー安い、違う、値段高くてカロリー高い、値段低くて値段安くてカロリー低いだったとしても、なんかその高い方をなんでか分からんけど選ぼうとしてしまう自分がいるんですよ。とかっていうね。だからなんかその糖質 50% オフとか書いてあったらやめとこうってなるんですよ。なんかそうか、そう糖質 50% のクッキーとかやったらなんか、うん、やめとこうって思ってしまうんですよ。そういうの書かれてなかったらあの全然多分美味しいはずなのに、そうやって低いって書いてあったらあのどこか足りないって勝手に脳が思ってしまうようになってるのが良くないんですよ。美味しいものだし体が悪い。そうかな。そうかな。サラピを見てると食欲が出る。どういうこと？どういうこと？全然いいけど。餃子食べたくなるでしょ。餃子食べたくなるでしょ。朝香さん、イギータさん、ゾア鼻が長いさん、ギフトありがとうございます。本当だ。よく気づくね。よくみんな見てますね。どうもこんばんは。
最近いろいろ、最近っていうか、まあ、ずっと変わってないけど、最近は違う、中華よ。そう、ベートークが3日、3日やったっけ、 5月じゃない、4月3日に、4月3日にベートークがあります。ズームでやって、最後に、まあ前回はあっち向いてこいとか、なんとかそういう系の何かがあったりします。こんばんはって言って終わりそれこんばんはだけど終わり、特に何もないのベートーク、ベートークはね、いつもなんかね、あんまりそのなんか自分では出さないものを強制的に出さざるを得なくなる場って感じなので、まあ気になった方はベートーク参加してみてください。本当にこんばんはしか言わんの本当に本当にこんばんはしか言わないの。まんまと宣伝だけしてしまった。3ヶ月ぶり？嘘？え？嘘？前回やったの3ヶ月前？嘘？そんな経った？やば。はーい、ありがとうございます。へえ、3ヶ月も経ったんだ。3ヶ月？あれ、3ヶ月も経ったんか。早っ。そう、3回目、3回目ってどれくらいなんやろ、多い方なんかな、ベートークの中で。1回目はね、なんか別に何っていうあれはなかった気がするけど、なんかよくわからん謎面で1回なんか別に共通点ない謎面で1回呼ばれて、新成人で呼ばれて、今回初選抜で呼んでいただいて3回目です、ね、多い方なんかな、分からんけど。過去最多？嘘嘘、そうなんだ、過去最多おもろおもろい、それは面白いですね面白い面白いですね。なんで3回も面白い。 STU では過去されたらしい面白いですね、それは。ということです。またいつか、またツイート、いつかツイートしておきます。ベートークは身内ネタとかが多いんですけど、身内ネタが多いんですけど、まあそういう身内ネタとかも楽しめる方はぜひ、うん、まあ楽しめる方はぜひ参加してみてください。
何を振っても打ち返してくれる。あ、本当ですか本当ですか。意外とあれな、意外とあれなんかもしれないですね。別にバラエティー班全然目指してないしあれなんですけど、向いているのかもしれないですね。別に目指してないんですけど。全然目指してはないんですけど、ちゃんと意外と返せてるみたいですね。心の準備率、まあまあまあ面白いんじゃないですか。サラミがいや、なんかまあまあそうですね、楽しみにしといてください。はい、楽しみにしといてください。小矢野さんに送ろう。あら、やっぱスクショしたらダメなんだね。え、押してない押してない押してない、ちゃんとスクショできたんですけど、なんかスクショしたら、スクショしたらなんかね、ダメみたいですね。え、スクショしたらダメなんだね。ミスはしてないよ、全然普通にスクショして、こっち的には全然普通だったんですけど。いや、勝手に勝手になんか始めないでください。 何言っとるか分からんし、カープされたらダメです。まあ、なんかまあまあそういう話はまたまたそれは今日話したらね、そのベートークでのネタがなくなるから、みんなもベートークまで話したいことは取っておいてください。一回に話しましょう。まあこういう身内ネタ楽しそうだなと思った人はベートークに。来てくださいということでそれではじゃあそろそろランキングを読もうかな。ウォッカさん、ゆうちゃん、さすらいの恋人、マー君さん、ありがとうございます。野球知らないから泣ける、大丈夫です。サラも全然知らないのでサラも全然知らないので、それではランキングを読もうかな。テロ、あ、そう、これ餃子、餃子食べたからね、配信の最初に。うん、まだ止まってんの。まあいいや、ランキング読もうもういいや、ランキング読みます。48位プーチンさん、24位ウォッカさん、13位黒潮さん、12位シマンチさん、11位 MJ さん、10位ゆかちゃん、9位のみみずさん、8位赤ヘルサンタさん、7位ギータさん、6位あさかさん、5位ゆうちゃん、4位スマイルさん、3位つのさん、2位しばけんさん、1位としやさん、ありがとうございました。それでは皆さん
あおいさんも皆さんありがとうございました。また明日はチェキ会です。チェキ会18時からなのでお忘れなきようよろしくお願いします。ということで、あとなんだっけ、お話し会とか PR 舞台の PR 舞台投票券付き CD などもあるので、あ、これも写真撮っとこう。パネルとかね、申し込みがありますので、合ってますので、ぜひ皆さんそちらの申し込みもよろしくお願いします。葵さんも。ということで終わります。ありがとうございました。